で。すげえ激ゴミですね、もう。そうっすね。あ、そこ行ける。あった。あー、よかった。ほら、やっぱり、持ってる男ですよ、藤田さんは。羽生サービスエリア。羽生サービスエリア。着きました。はい。はい、ということでね、羽生パーキングエリアの方に、着きました。藤田さんね、実はここで気になるシェイクがあるんですよ。はいはいはい。なんか名物らしいんですけど、それがね、ずんだシェイクっていう。ただ、はい。飲ませてくれるんですね。そう、と思ったんですけど、藤田さん、ただ、なんかこう、ご馳走になっても、多分藤田さん的にはあれかなと思ったんで。あれっていうんだ。やっぱ恒例の、その、じゃんけん大会をやろうかなと。じゃんけん大会？はい。誰とやるんですか？いや、もちろん私とですよ。今日は二人しかいないんだから。大会なんですか？じゃんけんして、あ、勝ったら飲む飲まないみたいな。そうそう、負けた方が、勝った方におごるってことにしましょうよ。そういう体でね、本当は経費でしょ？いやいやいや、これは自腹って言われてるんで。だってシェイクでしょ？シェイクです。5、600円でしょ、多分。はい。これを僕が出す可能性があるんですか？そうですね、はい、あ、そういう厳しい現場なんで、ここは厳しいのかせこいのかね。ある意味車のとこだったらね、まだ分かりますよ。まあまあ、じゃあちょっとじゃんけんやりましょうよ。はい、はい、ずんだシェイク屋さんの前のテーブルが ねテーブルがあってきましたけど、じゃあ早速藤田さん、じゃんけんしましょうか。じゃあ行きましょう。何回勝負します？何回勝負、そんな重大なことなんですか？ずんだシェイクが。いや、私は飲みたくてわざわざ時間押してるのに寄ったっていうね。一回勝負します。じゃあ最初はグー、じゃんけんぽい。やりました。言われました。シェイクと大福でお願いします。はい、はい、ということでね、今横浜 D が買いに来てます。勝ちましたんでね、私ね。じゃんけん勝ちましたんでね。あそこで並んでますね。なんか暖かくて、外にテーブルがあっていい感じですね。あ、やっと受け取った。やっと受け取った。やっと受け取った。うわ、すごかったですね、なんか。人気店なんですね、これ。あ、なんか種類があるんですか？大きさだけ。あ、大きいのそれ。そう。小さいのは、まあ、はいね。行きましょう。ちょっと時間がない。あと車で。あったかいところで食べようかなと思ったんですけど、無理ですね。時間、じゃあいただいていいですか？はい、ぜひぜひ。ちょっと時間がないんでね、車の中で恐縮ですけど。色はでも真っ白なんですね。紙ストローでね、今時のね。でも僕は小さい方なんですね。なんか気になりました。じゃあ、これも見せましょう、一応。はいはい、なんか気になりました。まあでもこっちはこっちでいいか、その容器はね。でも量はこっちも全然多いんだな。いや、気のせいじゃないですか。これは経費で落とせないですからね。自腹で行ってもらえますか？透明な方がラージだそうですよ。ああ、両方ともおしゃれ。こっちはこっちです。そうですね。じゃあいただきます。はい。あ、な、ずんだの味ってやつ。いや、だってこの豆感っていうのかな。これ美味しい。美味しいし、今日は暑いから超いい感じ。思ってたよりも豆のあれがしますね。うん、枝豆の味っていうか。いやー、でも私結構じゃんけん強い方なんですけどね、あっさり負けたな。やっぱ 3本勝負すべきだったな。1回じゃなくてな。で、押してんのね、時間。あ、じゃあ何回もう1回ぐらいいきます。他のところでぜひソフトクリーム編やりましょうかね。群馬県入りましたよ、ついに。ついにね。これおいくらしたんですか？330です。勝負勝負ラージか。領収書ね。で、領収書いりますか？レシートもらったんだよ、領収書。落とせないですか、うん。そしてこれはずんだ餅。これはいわゆるずんだ餅ですよね。あ、定番の、これね、自然の色を使ってるから好きなんですよ。ああ、なるほど。原材料見ると分かるんですけど、これも美味しそう。結構甘いのも食べますもんね。そうですね、うん、横浜さんもすごい好きですね、うん、甘いの。私はもう完全甘党ですね。辛いのダメ。でもなんか食べたか食べてないか忘れるじゃないですか。食べた気になっちゃえばすげえ男ですよね。まあそうなんですけどね。最近物忘れが激しいからな。これもいいですか、いただいて。ああ、どうぞどうぞどうぞ。ずんだ餅。一番人気はやっぱシェイクなんですか？あ、そうじゃないですか。やっぱシェイクのお店みたいな感じでしょ。並んでましたしね。そう、相当な待ちました。俺だけでいいんですか？はい。もう私はもう、今日は運転手やってますんでね。これ自然の色と自然の甘みじゃないかな。あ、ずんだ餅って本当にこんな豆感がすごいんだ。うん、すごいですよ、これマジで。
豆感がね。うん。あ、もちパンにもちが入ってんだ。あ、そうですね。ずんだもちですから、ね。はい。これ藤田さん初めて食べたんですか？いや、あのずんだもちは、あ、ずんだもちはあんまないかもしれないですね。Thank you.